はい、ゆうぐっとです、えー。今回はですね、ファイ a l ルカットプロのですね、えー、バージョン10.62のアップデートで出てきました、えー声の、声を分離という機能の紹介です。えー、まずですね、す、え、で、ーまあ、にちょっと操作してるんですが、えー、ここに iPhone で、えー、撮影の様子を えー、まあ撮影したまあメイキング動画ですねがあります現場風景の動画になりますまずこちらをご覧ください、まあ、当然遠くで撮ってるので声も聞こえていない感じですねで、えー、これをですねまあラウドネスでちょっと大きくします 聞こえるようにするとまあ波形が、えー、今見ていただくと波形下に出ている感じなんですけどラウドネスはチェックしてちょっと大きくしたことで波形が大きくなっています。ちょっと均一性とかも上げています再生すると こんな風にですね、まあ、声が聞こえるんですけど、周りの環境音、ブザーっていう音がしています。で、これはまあノイズ除去で今までやったりとか、えーまあ、僕はちょっと、えー、エフェクトで、このノイズ除去みたいなやつがあるって使っていたんですけれども、まあえー、このアップデートで、この声を分離というものが、オーディオインスペクターに追加されています。で、これチェックします。 するとえチェックする前こんな波形ですね全体的にノイズが走っていますけれどもチェックを入れると、えー、このようにわかりますでしょうか今波形が波う、まあでこぼこしているここはまあ声が入っているところなんですねちょっと再生するとよースタート。 あるというふうにですね、えー、声の部分だけ、えー、持ち上げてくれるまあちょっとこの声を分離の量も増やすことができるんですけれども上げれば上げるほど声の分離をしてくれますこんな感じですね。 えー、なので、まあ、あとボリュームを上げたりして、うん、こんな感じですね、えー、この声を分離とすることで、えーまあ、比較的こういったメイキング動画とかマイクで拾っていなくてもある程度声を拾ってくれますで声を分離をちょっとオフにすると。 うしたこんなふうにですね、えー、ザーッて音がしてますね。なのでこういう分量をもう一回聞くと。タート、ス、カット<え>あー まあこんな風にですね、まあ、外で、えー、説明、話しながら撮っている動画とか、まあ、もちろんマイクをつけて撮影していくっていうのが一番いいとは思うんですけれども、えー、より声のみをピックアップして、えー、動画に反映したいときには使える機能になっています。結構いい機能かなと思いましたので、今回紹介してみました。か、ま、け、あ、すぎるとですね、ちょっと機械みたいな音声になったりとか、 し、えー、しますのので、その辺だだけ注意してください、えー。最近ちょっとファイナルカットオブジェクトトラッキングとかこのファイナルカットプロないだけでも、えー、結構完璧に向けて、えー、よりクオリティの高いものを作れるような機能が充実してきているので何かこのファイナルカットないだけで作る作品例とかも、えー、今度やっていきたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。